All right, ladies and gentlemen, it's been a fun one. Just remember, no matter who gets in, it's been a great ride. It's been one hell of a ride. Let's get ready. The final Mr. Sakurai presents for Super Smash Bros. Ultimate. Oh, I got shivers, man. Thank you, Sakurai, for all the great shit. スマブラスペシャル最後のファイター発表になりました。まあ言っても一つ一つは単なるダウンロードコンテンツですからね。予算がないんです。という理由でディレクター自身がプレゼンになった私のご紹介。He actually mentioned that during the Harada interviews. We're starting with the Mii fighters? Oh fuck, oh no. Oh no. Oh no. Whose dreams get broken? All right, that was well done. Oh shit! That's fucking dope! Also, rip Doom guys though. Alright, but Master Chief is still very plausible. I can hear the hearts of millions out there. Man, I was hoping Doom Guy would at least come with a song. That kind of sucks. Literally no one. Except everyone. この日最後のファイターが配信され、それでスマブラスペシャルの配信はいよいよ終了となります。2018年3月、最初のムービーが発表されてからの感情でも丸3年半以上経過しています。中学や高校を入学から卒業までできて、 It's been 3 years. That's wild, man. スマブラ4から続きに行われており、プロジェクトスタートから数えると小中学校を合わせた義務教育も終わってしまう長さなわけで、長い。それはもう筆舌に尽くしがたい、いろんなことがありました。しかしこのゲーム業界である種のお祭りを提供し続けられたことは価値があったのではないかなと思います。しかしいよいよ今回がラストです。最後の一人となる参戦ファイターをこれからご紹介します。はい、こちらをご覧ください。 Who is it, Sakurai?
Is it the Dark Souls guy?私ですら驚いてしまいますが、キングダムハーツからソラの参戦です。私の会社名と同じだな、偶然ですが、ちなみにソラとは英語で言うスカイのことです。これ、海外人の親切な説明というやつです、ね。I'm so lucky happy, dude! 原作のご紹介。キングダムハーツとは、Oh Christ, it begins! ディズニーとスクエアエニックスにより展開されている作品です。ディズニーの各作品の世界を股にかけ冒険するアクション RPG シリーズで、ソラはその主人公。シリーズは多岐に及び、システムや主人公が変わることもありますが、基本的にはソラの物語になります。が、ご協力を得てここにソラの参戦が実現しました。なんと早速、スマブラでのソラをお見せします。あー、look at him!この右の人ではなくて左の人、右の人マリオって言うんで、キーブレードを携えてスマブラの世界に立っている、最後にふさわしいファイターと思うのですが、いかがでしょうか。 Thank you, Sakurai! ソラが最も望まれる参戦ファイターであることは分かっていました。 He really was though。スマブラ投稿権というアンケートを行ったのですが、新規参戦希望キャラクターの中でトップだったのがソラです。当時スマブラ投稿権の開催にあたり、生前の岩田社長と打ち合わせた結果、集計結果は Really? 上位の各キャラクターを参戦希望するユーザーが各メーカーさんに激しく要望してしまうことにより、各方面にご迷惑をおかけしてしまうからです。結果を発表できなかったことは申し訳ないと思っていますが、長きを経て今日の結果につなげられたことは良かったと思います。 Hang on, I'll be right back. I'll literally be right back. 事情を察することができるほど、分かってくれると思います。少なくとも他のファイターが一人増えるのとは意味合いが異なります。しかし今こうして、This doesn't feel right. 私としても驚くばかりですが、いろいろなご協力を得て、参戦に至ったという次第です。ありがたいことですね。早速ご紹介していきましょう。例によって開発中のものなので、バランスは変わる可能性があります。またカメラは特殊なもの。 He's in, boy! He's in! これを言うのも最後ですね。今回のプレゼンではソラの声は英語になっていますが、日本語と英語が実装されます。ダウンロードコンテンツのファイターは趣向を凝らした個性が強いものが多かったですが、今回は比較的素直に誰でも使えることと思います。ただ個性がないわけではないです。むしろ高い方だと思います。まずは大雑把な特徴から。性質上空中戦が得意です。ソラですからね。空中ジャンプも高いし、距離もかなり長い。その分、挙動がふわりとしています。優しめです。大きな弱点ですが、体重はかなり軽いです。He's very light, right? 子供リンクよりもさらに軽い。Damn! 質量という理由が、性質というべきですかね。つまりこれは吹っ飛ばされやすいことを意味します。
カラーバリエーションについても最後だし、おしゃれな空のことだから。Yes! Yes, yes, please, please, please! 顔は初代キングダムハーツの空で、彼が衣装替えしているようなイメージになっています。後のシリーズは成長して、髪型や体つきも違ってきますからね。ご覧ください。Yes! Yeah, boy! Is that 3D? Oh shit, let's go!Kingdom Hearts 3. Does he get his different forms? Because that'd be cool. 1P, 2P, 3P, 4P のそれぞれが初代 I'm getting tired of holding this. あと、3風の衣装になると。豪華ですね。それぞれで、ファイターのアートワークのポーズも変えています。Bro, they all got different artwork! What the fuck?コスチュームというのは多彩に変わるのですが、特に基本となるシリーズの4つを抑えられたのは大変良かったと思います。どうです?豪華でしょう。そして 5P 以降はそれぞれの服装をさらに色替えしています。6P はキングダムハーツ2のブレイブフォーム風。Oh, we got Valor BP! 5P はキングダムハーツ2の And Wisdom! So, I was saying Master and Final. 8P はOh, no, we got, oh, we got Ultimate. では、コピーはというと、これです。タイムレスリバー風。Oh, no shit. That's so cool. これに伴い、ファイタースピリッツも5種になります。1、2、3D、3、タイムレスリバー。DLC の中では最も凝ったコスチュームであると言えますね。では技の説明に移ります。映像配信も最後なので参戦ファイターの振り返りもしたいですね。お相手として無理やりにでも全員出していきたいと思いますのでよろしくお願いします。I can't believe this is real, man. 最後までいけるかな?空の攻撃は原作も踏まえ比較的ゆっくりめに出ます。出だしのスピード的には不利だけど攻撃が出ている時間が長い分打ち消しやすいという側面もあります。またボタン連打あるいは押しっぱなしで一部の技が3連コンボになります。これがあるとさらに原作っぽい動きになりますね。具体的には弱攻撃、横強攻撃、通常空中攻撃、前空中攻撃の4つが3連コンボになります。そのまま A 前に入れて A そのまま A 空中で前に入れて A 弱攻撃はスピード早め攻撃力低め横強攻撃は比較してスピード遅め攻撃力高め通常空中攻撃は牽制でオールラウンドに使え前空中攻撃はステージ外に追い込むのに使えます。どちらも小ジャンプから使うことで、地上戦にも向きます。小ジャンプ攻撃は攻撃ボタンとジャンプボタンを同時落ちするだけです。ブンブン振るっているだけでもある程度の脅威にはなります。ただし小ジャンプからだとヒットしなければ3発目が出る前に着地してしまいます。ヒットしない牽制なら2発止めにした方がいいかも。OK。コンボ中にボタンを途中で止めて別の技につなぐのもありです。ちょっと忙しいですが、空中途中止めの急降下で地上戦。実はコンボと単発止めで相手のフット。It's actually a lot like Kingdom Hearts. It's fucked up. これは横強攻撃コンボ一発目に注目してください。相手が吹っ飛ばないですよね。これは単発止め相手が吹っ飛ぶ威力も異なります3連コンボ以外の技をご紹介しますまず上強攻撃攻撃時間が長く連続ヒットします見た目通り対空に使ってもいいですが近ければ地上の相手を巻き込みますまた相手の蓄積ダメージが低ければ追撃を加えることができるかも下強攻撃私は弱攻撃単発より少ないぐらいで使いやすいと思いますそしてこの浮かせて引き寄せられるような軌跡を見れば使いどころはなんとなくわかるはず
先ほどの植境攻撃などコンボの起点になります。空中コンボなども通りやすいです。 Bruh Why is this down to combo? 大きく振りかぶってから打撃する技で、普通に使う上では撃墜の主力技。空の特徴から持続は少し長めかも。上スマッシュ攻撃、キーブレードから放つフラッシュで攻撃する技。隙の大きさから Oh, that's fucking,攻撃範囲は意外と広いです。 That's the same animation for、the barrier move from KH1. 大きめに吹っ飛ばすとか、結果的に相手がかわしにくくもなります。先ほどの下強攻撃と組み合わせるのも良いかも。下スマッシュ攻撃、小ジャンプから下突きをする技。It's a little move for KH2. 攻撃を避けつつ攻撃することができます。また衝撃波を含む攻撃範囲は割と広めです。Bruh。ということは一部ファイターに対する置き攻めにも使えるかもしれませんね。呼吸も変えてみました。次は空中攻撃。通常空中攻撃と前空中攻撃はコンボなので、後ろ空中攻撃か。シンプルにバシン。I believe so, yeah。軽めのファイターのスマッシュ攻撃程度の攻撃力はあるでしょう。振り向きつつ使えば。Or it's like Flash Step or something like that. It's one of those. 強力なので、他のファイターほどのアドバンテージはないかも。上空中攻撃、見た目通り対空技として、ジャンプ力が高い空なので、結果的に迎撃可能範囲は広いです。下空中攻撃、これは原作ではハリケーン。Oh, fucking aerial spin! Let's go! 縦回転しながら急降下攻撃します。後で説明しようと思いますが、他のファイターではなかなかできない運用ができます。そして各種投げ、投げ前は比較的スタンダード、打撃は第三者にも当てられます。投げ後ろ、原作でもこういった投げをしますね。吹っ飛ばしが高い上、他者を巻き込むことができます。ダマリオズバックスロー、ゴー。上投げ、条件が揃えば空中での連続攻撃に入るかも。下投げ、威力は低めですが相手を引き離さないので各種コンボなどがつながりやすいです。そして Imagine のご説明です。 Okay, so that was Sonic Drive. That was Sonic Ride. Fucking 通常必殺技魔法、なんと3つの魔法があり順次切り替えられていきます。Oh, that's cute. サンダガ、ブリザガと蓄積ダメージ部分に常に装填されている魔法が表示されています。打つと切り替わると、打つたびに自動切り替えで次の魔法が装填されるので、使う側も対戦相手も次に出る魔法を意識すると良いでしょう。まずファイがまっすぐ横に飛ぶ魔法でボタンを連打することで連射できます。止めると次のサンダガへ。弾が大きめでリアクションが大きめなので中距離が得意な相手によく効きます。単発で放ってそれを起点にいろいろな攻めをするのにも向いています。サンダガは雷撃がまっすぐ3つ目の前に落ちてきます。 That's really, that's gonna be really good at the edge. 当てにくいところありますが攻撃範囲が広く、最初の一発に当てれば3発とも当たるようになります。空中発動によるサンダガは地上よりも範囲が狭くなります。ただうまく当てることで画面外押し出しにも有効に使えます。相手の行動を制限しやすいのでハマれば強いですが、くれぐれも隙にはご注意。次にブリザガ、攻撃範囲は一番狭いですが相手を凍らせられるという特徴があります。無数の弾が出るのでかすって当てるよりも直撃してたくさん当てた方が良いです。凍らせられたらボタン連打などで復活を早められますが、原則的に蓄積ダメージが大きいほど長く凍っています。当然追加攻撃を与えるべきですが、強化中のダメージは半減します。できれば解除された時にヒットさせるのがお得。魔法はそれぞれ反射ができます。性質上上に打ち上げてしまうサンダガには効果が薄いかも。吸収もできます。特に
ブリザガがまとめて吸収された時の回復量などは大きめ。しまうこともできますが、まず3段真下に落ちて、ナイス。空中で使わないと意味がありません。ブリザガは粒子の中の一つしかしまえないので、実質出番はないと思います。いずれにせよ、どの魔法も牽制に適しているので、反撃を受けにくい範囲でどんどん使うと良いでしょう。それぞれにヒットしたり、かわした後まで考えられれば、おのずと戦法は広がることと思います。対戦中、使いたい魔法に合わせておくため、しれっと空打ちするのもありです。サンダが使いたいなーって時にこうやって。ところで余談ですが、ウェアピールでも順番に切り替わる魔法表現があります。ストップが、エアロが、ケアルが、That's cute! 何の効果もないんですけどね、見てくれだけとはまさにこのこと。横必殺技はソニックレイブ。なんと3回任意の方向に飛べる技です。最初は必ず真横に飛びますが、この技によってかなり柔軟性のある飛行ができます。連続で飛ぶのはスティックを飛びたい方向に倒すだけ。ボタンを連打すると2回目以降に近くの相手にロックオンして飛びます。この時の攻撃力はより高く、また移動距離も多少長いです。ただし自滅に注意。移動はピカチュウやゲッコウガの上必殺技に似てますが、ロックオンによる突進はアバウトな反撃手段として That would have been great. Fucking force your opponents down. 使い分けは移動にも攻撃にも頼りになる技です。高い復帰力を誇るのは言うまでもありません。相手に当てたらその状態を見て攻撃を続けるか迷うかを使い分けたらよい。 Bruh, he's got an escape tool. That's fine, that's fucked up. 落下のごまかしにもどうぞ。なお突進のたびに速度と距離が少しずつ落ちていきます。It makes sense. ヒットしたりシールドされても下がるので、相手の近くで隙をさらさないようにご注意。コスチューム変えます。上必殺技はエリアルスイープ。回転しながら上昇し、相手に連続打撃を与えます。リンクの空中回転切りに似てますが、こちらは地上にいても上昇します。吹っ飛ばし力もそれなりにあるので、うまく当てれば上空の相手を撃墜できます。なお上昇中、わずかに左右に動くことができますね。そして誰もが頻繁に使うべき重要なポイントとして、上必殺技後ジャンプの頂点では横必殺技ブラクレーブにつなげられるという性質があります。これはとっても大事なのでぜひ覚えてください。 That's fucked up. 画面のどこにいたとしても、空中ジャンプ、エリアルスイープ、ソニックレーブを併用すればかなりの追撃や That's fucked up. 空は空のものといっても過言ではないかも。例えば下空中攻撃、上必殺、横必殺、三つ持ちの2つほど上昇要素があれば十分です。空中ジャンプで制空権を取ってからとか、えい、空中コンボを空中ジャンプでフォローし、上必殺とか横必殺で戻る。上必殺から横必殺で締めるのは必ずマスターしてください。これは逆にしても発動しないです。空中コンボを振り回し適当なところで帰るっていうのも結構有効です。相手の復帰手段が攻撃系なら、すぐにご紹介するカウンターを当てるのも良いでしょう。 Of course he has guard. 相手はそうじゃないかもしれないけど。というわけで下必殺技は、Of course he has counter attack. 他のファイターのカウンター技と性質が異なります。これが普通のファイターのカウンター。 Yeah, hopefully it's more than like 4. ピタッと止まっていますが、中断はされていません。こちらが空のカウンター。相手の姿勢が、 I would hope so, because like Yoko's done arrangements for for Smash, so I'm hoping that they let her or let someone else do it, you know?前方に対してカウンターするので後方からの攻撃は受けにくいです。必ずダメージを食らうというわけではありませんが、なるべく前で受けましょう。Okay. それと
飛び道具などを受け流すことができます。多くの弾は後方に流してしまうために反撃にならないですが、受け流し後に即攻撃するので近い相手の打撃にはなりやすいです。多人数戦なら第三者に当たることもあるかも。攻撃力は4ぐらいに増えています。 That's pretty good。 なお受け流した弾は空に攻撃点があります。 Oh、 以上技をご紹介しました。全員綺麗に登場させられたはず。皆様お疲れ様でした。皆様って誰？あれ、最後の切り札はと思うかもしれませんが、ここでは説明を省略してしまいます。自らの目でご確認を。なお切り札の名前だけを Trinity Limit。 鍵穴の封印。 Oh, it's called Sealing the Keyhole. Oh, bro, I thought it'd be Trinity Limit. 総合的に見て、ソロは非常に原作っぽい特性で動くことができます。お楽しみください。次にステージのご紹介です。坂巻滝の底から遠くに見えるのは、ホローバスティオンです。キングダムハーツの終盤付近で登場するマレフィセントの巨像。2ではレディアントガーデンとして再建。 I expected it was either going to be this or it was going to be Twilight Town。 レディアントガーデンとして再建されると。地形自体は比較的シンプルで、中央に板が1枚。ホローバスティオンの近くを巡回しながら戦います。原作地形が垣間見られますね。原作では難所だったこともあり、この地形を眺めながらいろいろ思い出す方もおられるのではないかなと。しかしこのステージ、単純にホローバスティオンを周回するだけではありません。制限時間が近づいたり、 Or at World's End、 Yeah, or like any of the final areas。 終了が近づくと、というように背景が原作でおなじみの心の中の世界に遷移します。これはダイブトゥーハートと言います。なんて粋な演出なんだろう。 I just want that。 もいろいろあります。お見せしていきます。 Don't do it, you bastard。 It's our boy。 Yes。And gals, it's all our guys。 いろんなキャラクターが楽しめるのは望ましいところではないかなと思いますね。 Shout out to Timeless River Fighting Game and Watch, by the way。 戦場化、終戦化もできます。 はい、それでは、恒例のお試しプレイに行きたいと思います。前回のクリアの収録の時、実は CP の都合で緊張感を聞かないっていうような状態になっていたんですね。なので、遠くの間合いからという攻め方をせざるを得なかったんですが、まあ、開発中あるあるで、どういう風になるかなと、今回は。今回は体力制でやろうと思います。キュと、空の空中制動能力みたいなものはあんまり生きないルールなんですが、もしもこれでフィニッシュをすると、ちょっとだけ原作に沿った、素敵演出が入ることになると思いますので、できればお楽しみにしてください。では、Please do not tell me it does the Kingdom Hearts 2 thing。 今回の相手はこの二人です。 Or if you beat like an opponent, it does like the tsh。 読み込み早いな。とりあえず魔法で牽制をしたり。 God! This makes me so happy。Yo, Sakurai about to lose. Let's go. なんだかんだで一進一退の攻防ですけど、セフィロスだけがちょっとリードしてるかな。おっとやられた。空中攻撃に残らず。
ライブトゥーハート始まりました。誰かな。やっとか。よし、まとめていくぞ。ここだ。扉の中でじっとしていてくれ。おお。でもここから。Very pretty。Very pretty. 来ましたね。Thanks for that, Nerf Minmin. 超級武神破山バージョン5も行ってほしいところ。セフィロスにね。お、いい感じ、いいですよ。ストップが。追い打ちかけちゃおう。おっと、その必要がなかったか。そもそも当たんだ。うわぁ。まずいね、これ。Oh, it does! It's so fucking red! Hi, 無事に勝負がつきました。これでこういうふうにプレイするのも最後ですね。Oh, it's victory! Song is with this. That's cute. 次に音楽のご紹介です。原作におけるそれぞれのワールドに紐づく曲の使用はできなかったのですが、それ以外の主要曲から検討しました。実装されるのは全9曲です。 9? ステージがフォローバスティオンであることを前提に、Alright. 対戦シーンにも通用する代表的な曲をピックアップしています。全曲原作の音源そのままです。アレンジは基本的にはないのですが、連動企画というのがありました。 Oh?キングダムハーツメロディーオブメモリーという作品があります。これをプレイしているとその作品内にあるブラスイングバージョンが追加されます。 That's some bullshit! タイトルで流れるキングダムハーツを代表する曲、対戦には合わない曲であり、原曲の実装は難しかったのですが、これでなんとか。なお一曲だけ書き下ろしの曲があります。 Oh, is it the victory screen? Yeah.Bruh, I have Melodies of Memory on PS4. This is some bullshit. ここはオリジナルの作曲家である下村陽子さんに書き下ろしていただいています。ありがとうございます。多数あった下村陽子アレンジ曲もこれが最後になりましたね。原曲、アレンジを含むたくさんの音楽家の皆さん、どうもありがとうございました。いろいろ仕掛けられてファンも喜んでいると思います。専用のスピリッツが追加されます。お題目はカイリ、ベントス、アクア、テラ、リク、シオン、アクセル、ロクサス、みんな味方キャラクターですね。アクセル、アカは名前が被っている別のキャラクターがいますから作品名がカッコでつきます。省略すると閉まらないので改めて配信日です。10月19日に配信。 18th! That's so far away! そのまま受け取り可能、単体でも購入可能です。That's so far! アミーボについてもお知らせします。残念ながら現物が手元にないのですが、まずスティーブのアミーボが2022年春に発売予定。ナイス。僕を見ましたが、まさしくスティーブ。どっから見てもスティーブ。加えてアレックスもアミーボ化されることになりました。 Oh, that's cute. これはまさしくアレックス。上から見ても下から見てもアレックス。そして以下のアミーボも発売決定です。 Oh, Pyre and Mithra are getting separate ones? Ooh. なかなか熱いですね。ところで本番組の収録に伴いいただいた新情報があります。キングダムハーツの各種シリーズが任天堂スイッチでも遊べるようになるそうです。なんと What? クラウドゲーミング方式によってあのキングダムハーツ No! 遊べるようになるということです。 Wait, what do you mean you learned this? タイトルが3つありまして What? キングダムハーツ HD 1.5 プラス 2.5 リミット。 Why is Sakurai announcing this? カップリングでチェーンオブメモリーズなど関連作品もあります。次はキングダムハーツ HD 2.5 チャプタープロローグ。これはつまりキングダムハーツ 3D のリマスターがメイン。 3D こと
I have so many questions. そしてキングダムハーツ3いわゆるダークシーカー編の完結を迎えます。つまりこれらを遊べば空の足跡。 Why did it have to be Cloud? I get it, but why? 私はこれらをすでに遊んでいますが、全部クリアするのはかなり骨太な体験になると思います。凄まじいボリュームで。Oh yeah. 配信時期についてはお待ちください。But why are you announcing this? Oh, my little boy.大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの最後の放送が終わりました。本当に終わるんだな。仕事を重ねていればいつかは達成できるということでしょうね。私のツイッターで今日の一枚と称してスクリーンショットを上げていますが、冷静に見るとたった一本のゲームソフトから取られているとは思えない振り幅ですよね。それだけいろいろ作ってきたということではあります。今までの大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの実績などを軽くまとめてみました。ご覧ください。改めて見ると凄まじい数、ゲームのコラボレーション作品としては未曾有の領域だと思うのですが、それぞれのキャラクターには一つ一つに開発者や関係者、原作ゲームの世界ファンなどがいるわけです。それを一手にお預かりし制作をするというこの仕事は他では味わえない稀有で重大な仕事だったと思います。スタッフはもちろん広報などを含む関係者、原作に携わった方々、支持してくださった方々、楽しんでくれた方々もすべて含め、お礼を申し上げます。どうもありがとうございました。Thank you, Sakurai. 最後に、空参戦ムービーの完全版、ゲームパートなどが加わったものをご紹介して、お別れにしたいと思います。皆様、今までどうもありがとうございました。I can't fucking believe it, man. I thought for sure, right? I thought for sure. The minute we saw Doom Guy as like a costume, I was like, oh shit, it's Master Chief. All right, we're done. Like, he was talking about first person shooters and that was it, but motherfucker did it. You put Sora in the game. Even this, I was like, oh, is this the fucking bonfire? Or is it Dark Souls? No one expected that. Also, can we just talk about how Mario wielded the Keyblade? Like in that fucking leak image? You got the boy.
I can't believe what I'm looking at, man. This is the one character I've secretly wanted for years. It's finally here. Yumi. Dope. Ah. I can't believe it, man. I can't believe it.